フェルディナントの肖像画。ジャンウェッティエンヌ・リオタール・ヒツ、フェルディナント・フォン・エスター・ライヒは、神聖ローマ皇帝フランツ一世とオーストリア、女大公、マリア・テレジアの四男。オーストリア大公。全名は、フェルディナント・カール・アントン・ヨーゼフ・ヨハン・シュタニス・ラウス。モデナ公、エルコレ三世の相続人に指名されたが、ナポレオン・ボナパルトのイタリア侵攻のため即位、できなかった。 フェルディナントの子孫の家系は、オーストリアイコールエステケと呼ばれる。フェルディナントは1754年6月1日、マリア・テレジアとフランツ一世の間に、第14個として、ウィーンのシェーンブルン宮殿で生まれた。1753年に、マリア・テレジアは、エルコレ三世との間で三男レオポルトを、モデナ公の相続人とするという条約を結んでいたが、レオポルトは、 トスカーナ大公を継承したため、1763年にフェルディナントをモデナ公の相続人とするという条約を再度結んだ。そして、フェルディナントは1771年10月15日にミラノでエルコレ3世の娘マリーアベアトリーチェデステと結婚した。1780年、フェルディナントは兄ヨーゼフ2世によってロンバルディアの総督に任命され、 彼は家族と共にミラノに住んでいた。1796年にナポレオン・ボナパルトがミラノに侵攻したため脱出を余儀なくされ、さらに義父が治めていたモデナ公国も崩壊して、チザルピーナ共和国の一部となった。1797年に調印されたカンポ・フォルミオ条約はエルコレ3世に対してモデナ公国の代償として、 南西ドイツのブライスガウ広告を与えていた。1803年にエルコレ3世が没すると、フェルディナントは名目的なモデナ公の地位に加えてこの広告も継承したが、1805年のプレスブルクの和訳によってブライスガウはバーデン大公国へ渡った。フェルディナントは1806年12月24日にウィーンで死去した。ウィーン会議の結果復活したモデナ公国は、 息子フランツへ与えられた。妻のマリーア・ベアトリーチェとの間には以下の5男5女を設けた。オーストリア大公妃マリーア・ベアトリーチェ・リッチャルダデステ。ありがとうございます。